さあさドレスに着替えて世界一のお姫様踊りましょう。迂闊だった。あの時馬車に乗って逃げるつもりが、よく考えたら私馬の扱い方がわからない。あの時きっとマルコスが馬を操縦するはずだったんだ。私は見知らぬ森の中、山の中に迷い込んでしまった。今自分がどの辺にいるか、何より町というものはどういうものなのかさえわからない。下をうつむいて歩いていても、顔を上げればまた同じような木々が生えている場所ばかり。私は一体どこに向かって歩いてるのだろう。ああそうか、これは私の心の中と同じだ。歩いても歩いても暗闇ばかり、光なんてあるはずもない。それならいっそ死んでしまえばよかったのに。どうして私は生きようとしているのだろう。ダメ、もう限界。喉も渇いたし、お腹も空いた。やっぱり私は一人じゃ何もできないのかな。あれ、あの光はもしかして人が住んでいるのかしら。ここは誰かのお家？なんでこんな山の奥に、こんなところに誰か本当に住んでいるのかしら。これはどこを押せばいいの？この真ん中のボタンを押せばいいのかしら。誰だ？私はとあるお城の姫でして、その今迷い込んでしまいまして。ダメ、さすがに詳しい事情なんて言えるはずがない。私があのパレスから逃げ出して、それに人を殺してしまってることも。へえ、その見た目とその格好、確かに王女様みたいだな。でもなぜそんな王女様がこんな偏僻な森の中に。それはすみません、言えません。なるほどな、訳ありか。いいだろう、ちょっと待ってろ。王女様、どうなさったのですか？ここはあなたのような人が足を踏み入れる場所じゃない。もしかして森に迷い込んだのですか？簡単に言うとそのようなところです。すみません。私もう立っているのもやっとなのです。よければ水と食料を分けてくれませんか？そんなにですか？いいでしょう、入ってください。ちょうどよかった、美味しいシチューを煮込んでいたのですよ。美味しい。水ってこんなに美味しかったんだ。そんなに焦って飲まなくても、水なんて大量にありますよ。さあもうすぐ出来上がります、少々お待ちを。さあどうぞ、たくさん作っておりますので遠慮せずお召し上がりください。赤色のシチュー、一体何を混ぜているのかしら。気にしてなんかいられない、食べなきゃ私が死んでしまう。はっ。そんなにがっつかなくても大丈夫ですよ、おかわりならいくらでもあります。ところであなたのお名前はどこから来たのですか？私は…そうだ、人のことなんて信用なんてしなくていい、外の世界は甘くないからな。簡単に人のことを信用してはいけない、本当の名前は言わない方がいいかも。ララ、私の名前はララと申します。ララ王女、素敵な名前ですね。どこの王女なのですか？お城の名前は？すみません、そればっかりは申し上げられません。食料を恵んでいただいている身分にもかかわらず、ご無礼だとは承知いたします。どうかお許しを。わかりました、いいですよ。すみません、僕の方こそいろいろ聞いてしまって。そうだ、服も汚れているでしょう、洗った方がいいですよ。そんなドレス洗えるかわかりませんが。あと奥にお風呂があるので、ぜひ使ってください。何から何まで本当にありがとうございます。ここが浴室なのかしら。なんて小さい、私がどれだけ裕福な生活をしていたかよくわかる。外の町の人たちはこのようなところで体を洗っているのですね。
それにしてもさっきのシチュー美味しかったのですが、少々鉄の味というか、なんだか酸味がよく効いていましたね。ありがとうございます。服まで用意していただいて。いえいえ、とんでもないですよ。王女様に僕が着ているようなジャージを着させてしまってすみません。今日はさぞお疲れでしょう。どうぞ、こっちが寝室になります。これはベッドなのですか？ベッドにしては低いですね。これは敷布団ってやつですよ。日本では結構多いんですよ。畳の上に敷布団を敷いて寝るのはすっごく寝心地がいいんですよ。王女様も気に入ってくださるといいのですが。本当ですね、気持ちがいいです。すぐに眠ってしまいそう。それはよかった、ゆっくりお休みください。どうやら悪い人ではなさそうですね。最初は玄関で応答をしているとき、威圧的な空気を感じましたが、それもどうやら向こうも警戒していたようですね。困りましたね、喉が渇きました。少しだけ冷蔵庫の中を見せていただいてもいいかしら？ここが調理場。私がパレスにいたときは料理なんてしたことがなかった。調理場にもほとんど入ったことがなかったわ。冷蔵庫はこれね。人が凍っている。どういうこと？なぜ冷蔵庫の中に人がいるの？まさかさっき食べたシチューの中身はこれはまさか人の血の色？ここにいてはダメ、早く移動しないと。まさかあんな人だなんて思わなかった。町の人たちはこんな人たちばかりなの？とにかく早くここから離れよう。一体どこに向かって走ればいいの？何も見えない、暗闇ばかり。それでも進むしかない。待つんだ。どこに行く？もしかして勝手に冷蔵庫の中を見たな、無礼者が。すみません。でも人が死んでいました。あのシチューの中身は何だったのですか？あれは人を入れたのですか？君に危害を加えるつもりはこれっぽっちもないよ。それだったら君が寝ている時に襲えばいいだけの話だろ。君にはどこか僕と同じ匂いを感じたんだよ。他の地位や名誉にすがっている女性とは違って、どこか謎めいていて、それに闇を感じるような眼差し。悪いことは言わない、この山の中は迷路と同じだ。もう少しだけこの家にいるといい。わかりました。え、何をしてるんだ？ごめんなさい。私にはこうする以外もうないのです。私はあいにく人の愛というものが理解できません。教えていただいたこともない。そうかいそうかい、それは何よりだよ。また私は人を殺してしまった。このナイフは人を殺すためのものじゃない。果物を切ったり、お肉を切ったり、料理をするもの。私ももしかして冷蔵庫に人を閉じ込めていたこの人と同じなのかもしれない。動画見てくれてありがとうな。チャンネル登録と通知ボタン、高評価もよろしく。 Twitter もやってます。概要欄にリンク載せてるから、よかったらフォローしてな。次の動画でも会えんの楽しみにしてんで。明日も元気に頑張ろな。バイバーイ。